天皇の誕生映画的、古事記は、直木賞受賞作家で、四十法賞を受賞した、大沢秀夫による、シナリオ形式の、古事記現代語訳、レーゼシナリオ、修営者より、2007年に、初版刊行された。第八島国と神々の生成、出雲の神の変歴譚、天孫の降臨と婚姻、高千穂より大和への四つの章より構成される。 単なる現代語訳ではなく、人物表や、とがきや、インターミッションなどで作者の見解が自由に、語られるのが特色といえよう。後期に、大野安丸編者説への異論が展開されている。イザナギとイザナミの国海から、アマテラスの岩と隠れ伝説、スサノオ追放までが語られる。 シナリオ形式ならではの映画的効果としては、スサノオの部下たちの顔からのズームアウトによって、彼らが入れ墨を入れた荒くれ者であるということを表現している箇所などが挙げられる。スサノオの山田のオロチ退治、大国主審の後継、高間ヶ原により吉原中国平定。映画的効果としては、高木神の俯瞰ロングショットから、行閣バストアップへの切り替えなど。冒頭から、 地上から猛スピードで上昇して雲を突き抜ける視点という極めて映画的な効果がとがきに指示されている。ニニギの降臨と結婚、海幸彦、山幸彦のエピソードなどが語られる。正末に神武天皇の誕生がほのめかされる。高村、一世の命と弟の言われ彦命が高千穂から統制する。大和を拠点としての最良の地と判断するが、 そこでの戦で逸せの命は命を落とす。いわれ彦命が高村を後継し、土豪の兄弟との駆け引きを経て、今日構えるに至る。そして結婚。いわれ彦命は、初代天皇となり、子も生まれる。航空撮影の指示がとがきにある。脚本形式に、文学最後のフロンティアを生み出す、ウェブ雑誌、スクリプトジャーナル編集長、クインビー・メルトンは、 制作の曖昧な優位性という論考の中で本書に触れた雑誌タイトルの下にサブタイトルとして送付されている。ありがとうございます。